皆さん、こんにちは。2021年4月30日付でジャニーズ事務所を退所した近藤真彦さん、事務所の解体的出直しが報じられ、新会社の設立始動準備が始まる中、12月12日に開催された都内ホテルのディナーショーに、同じくジャニーズを退所し株式会社 2B を設立した滝沢秀明氏から花束が届いていたことや、近藤さん自身の発言から 2B への電撃合流がささやかれています。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。退所から2年が経つ近藤真彦さんは12月12日都内のホテルでディナーショーを開催。開演前には取材に応じていました。旧ジャニーズ事務所スマイルアップは、所属するタレントのマネジメントを担う新会社の名称をスタートエンターテインメントとすることを発表し、春頃からの本格始動が報じられていました。近藤さんは新事務所について、新しくて格好良い名前だよね、だけどそれよりも会社の中身の方が大事と指摘していました。最高経営責任者に就任した福田敦氏については、会ったことも話したこともないというにとどめたものの、タレントたちは葛藤しながら契約することになると思う、だからこそ彼らのことを一番に考えて良い環境になるよう内容を充実させてほしいとリクエストしていました。今年5月頃の発言だと、旧ジャニーズの闇を暴露すると思われた近藤さん、しかし自身は不倫が原因で謹慎中に退所、そんな背景もあって批判が殺到したため、空気を読んで旧ジャニーズへの攻撃は取りやめたようです。2021年5月16日に自身が監督を務めるレーシングチームの監督業に復帰し、その際に退所に関して、申し訳ないことをしたので皆さんが笑顔になれる活動をしたい、一から出直す気持ちで頑張るジャニーズ事務所の後輩たちへは、本当に出来の悪い長男でした、もう少し後輩にも頼られるような先輩でいたかったとインタビューに答えており、また2021年9月7日に放送されたラジオ番組文化放送松井さゆりニューノーマルの小部屋の番組内で、復帰後初のレギュラー新番組近藤真彦ラジオガレージが9月28日よりスタートする旨の発表と同時に、退所についてのコメントが発表され、近藤さんは不祥事についての謝罪とともに、ジャニーズ事務所を退所したことを改めて報告。44年間世話になった事務所から巣立つ決断に至ったのは、不祥事が原因であることを認めるとともに、あと数年で60代となり思い余るものもあり、芸能生活とともにレース活動は本業であるがゆえに、スケジュール調整などでスタッフに苦労をかけてきたこと、世代交代の激しいジャニーズ事務所の中において仕事をし続けることの難しさを痛感し、これ以上ジャニーズ事務所に迷惑をかけられないと自分の思いを打ち明け、何度も話し合いを重ねた上での退所となったことを報告していましたが、この件についてジャニーズ事務所では、近藤さんの次の年長者であった東山紀之氏からは、僕自身は今回の退所の仕方に大きな疑問が残っている、コメントがすごく薄っぺらく感じると苦言とも取れるコメントがありましたが、近藤さんはレーシングチームの監督業に復帰のインタビューで、話はしていないと答えていました。今回の近藤さんの発言からは、本家に対してどこか見返してやりたいと思っているように見えます。退所後リスタートと意気込んだ時は、ソース感で後輩の東山さんからも批判を受け、落ちるところまで落ちたとも言われていました。最年長タレントでありながら無期限の活動自粛処分となっていた近藤さん、故メリー喜多川氏からの特別待遇、レース三昧の果ての愚行、本人もダメな長男だったと認める、身から出たサビだったのでしょう。また自身と同じく旧ジャニーズを退所した滝沢秀明氏が設立した芸能事務所 2B からディナーショーの会場に祝福の花が届いていたことから、滝沢氏にも言及しており、こうして祝ってくれるのはやっぱり嬉しいよねと白い歯を覗かせた近藤さんは、今も話すよ、いろいろやりとりはしている、
内容、ここで細かいことは言えないけど、などと含みを持たせていたんです。元キンプリの平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんに元 V6 の三宅健さんらが所属する滝沢組、そこにジャニーズの長男と呼ばれてきた近藤さんが合流する可能性も出てきました。近藤さんと近い元少年隊の錦織和清さんや植草克秀さんらベテラン退職組の動向ともども、今後の動きに要注目とスポーツ紙は報じていました。彼らが滝沢組合流となると、旧ジャニーズ事務所を象徴するようなタレントが顔を揃え、旧ジャニーズ本家による新会社スタートと、どっちがどっちかわからなくなりそうだと声が上がっています。来年の還暦イヤーは9年ぶりに武道館のステージに立つと意気込んでいましたし、往年の女性ファンたちが変わらずに応援しチケットを買ってくれていることも自信となっているのかもしれません。そんな状況だからこそ、滝沢氏から誘いがあるのであれば前向きに考えているのかもしれませんよね。田原俊彦さん、野村芳雄さんとのタノキントリオもあらかん、みんなジャニーズ退職組ですが、ここで3人揃ってイベントに登場したり活動すれば、また黄色い歓声を浴びるかもしれません。ジャニーズを辞めると地上波テレビから干されるとの不分率はもう過去のことですし、すねに傷持つ身の上も同じように年齢を重ねたファンは共感してくれるかもしれません。 TOBE は先日12月16日に全所属アーティストが出演する初のコンサートを2024年3月に東京ドームで行うことを会員サイトで発表、詳細については改めて発表するとのことでしたが、ファン宛に届けられたメッセージには、三宅健、北山宏光、ナンバーアイ、IMP、大東律樹と全アーティストのグループ名、氏名を記載。最後には、このメールが皆様の宝物になりますように、TOBE ドームとファンへのメッセージも添えられていました。いよいよコンサートの開催に乗り出した TOBE。誰もが待ち望んだコンサートの開催で、話題性はもちろんのこと、事務所の地位向上など、芸能界の戦力図を大木動かすことになるでしょう。そこに近藤さんらの年代の、やめジャニ電撃合流で、新たなビジネスモデルを構築するのではと言われ、近藤さんも何らかの戦略がないと、滝沢氏に接近しなかっただろうという、見方もあるようです。滝沢プロデュースの、近藤雅彦コンサートが実現することも、あり得るかもしれません。しかし、こんなお気楽と見ることもできる。近藤さんに対し、社長業で憔悴していると言われる東山氏は、最後の舞台となった、チョコレートドーナツ、は無事走り切りましたが、表に出たくないと言ってディナーショーの会見を辞退。かつて長男だった近藤さんは、ファン向けのコンサート活動やカーレース関係の仕事に取り組む悠々自適の日々。新たに長男を引き受けた東山氏はタレント引退となり、明暗が分かれる形になりました。一時代を築いた長男でありながら、上述の様々な経緯から失望した人もいると思います。そんな近藤さんの姿にネットでは、本来なら己が東山の立場で胃の痛くなる日々を送らねばいけなかったはずなのにな、何度も問題を起こして散々事務所に救われたにもかかわらず最後も逃げて、こののんきな発言、本当いろんな人に感謝しろよって話だよ。泥をかぶりまくりの東が本当にかわいそう。もともと最年長で、本当なら今頃は自分が被害者と向き合って保証する立場だったのに、彼もいろいろやらかしてなかったら仕事もせずに今も事務所の長男坊だったはずなのに、事務所を出された立場を利用してこんな他人事な物言い、今苦境に立たされている後輩たちが気の毒なので、せめて黙っといてって思う。もし不倫でジャニーズを辞めてなかったら、今回の騒動でどんな立場になっていたのだろう。今の東山の立場にいたのか、それともとっとと辞めてしまったのか。もし残っていたら、東山も芸能界引退まではしないで済んだだろうに、といった声が上がっています。近藤さんも東山さんも時代を築いてきたアイドルで、ファンは多く存在します。しかし東山氏のファンからすれば、不貞行為を認め退所し、好きが高じて本業となったレーシング業に勤しみ、
引退を発表した東山氏とは反対に芸能活動を行い責任逃れをしたという見方ができるために腹が立っているのでしょう。今後の近藤氏の動向に注目が集まります。いかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。